そのまあ、この流れでお伺いしたんですけど、練習で結局、まあ、リスクをより低いリスクにしてこういう動きや動き出しをできる選手がこう育ったりだとか、もともと持ってる能力が発揮されたりとかってしていくと思うんですけど、その練習のメソッドだったり、オシムさんといえばまあいろいろこう面白い練習をされてるっていうのはよく聞くんですけど、どういったものがあったり、どういう特徴があったりとかっていうところを教えていただけますか。うん、まあやっぱりなので考える練習、はい、考えてやる練習が多いですよね。まあつまりここでこのタイミングで、まあ今書きましたけど、これは何ていうんですか、一つのプレーのために書いただけで、はい、例えば対戦相手が、うん、どういうチームなのか、これがいつの時間帯なのかとか、はい、やっぱり細かい条件でやるべきことっていうのは変わるじゃないですか。なのでやっぱり、考えさせる練習が多いんですけど、一つ言えることは、これはまあオシムさんとも話したりしたんで知ってることですけど、やっぱり試合中のピッチ上で起こることよりもっと難しいことをやる、もっと難しい判断の難しいことを訓練しておいて、はい、で試合になれば、ね、それより難しいシチュエーションはないとか、普段からこの試合に近いトレーニングをしているんで、試合中のある場面になれば、これは練習中にやった場面だとかってなるっていうのがまあ大きいですよね。はい、その例えば週末、来週末こう、まあリーグ戦の中でも一番強いであろうチームと戦う時とか、その練習で高めた強さよりも、やってきたことよりもさらにレベルの高い相手っていうこともあるわけじゃないですか。ありますね。そういう時はどういう持ってき方をされるんですかね。まあね、相手の強みをね、もちろん消すのもサッカーですけど、うん、消せないんだったら、はい、相手が持てない自分らの強みを出すのもサッカーじゃないですか。なのでやっぱりそういうところのバランスはありますよね。はいはい、自分たちの強みの方を出すことのアプローチをする時もありますよね。はい、そうですね。そこもまた常に一定じゃないし、はい、常に相手によっても変わるしっていうことですよね。はい、なるほど。そうっすね、オシム監督のその考える練習っていう中でよく聞く噂に聞くのが、いろんな色のビプスを使って多色ビプスで練習をされるっていうようなことがあるんですけど、うん、そこら辺のこう練習のやり方だとか何か特徴だとかっていうのはありますか。うん、やっぱりまずは見るとこですよね。見る、はい、何をやるときもその見ることによって周りの状況を認知するじゃないですか。はいはい、なんか最近よくネットの記事で見るんですけど、その認知して周りの状況を知って、で物事を判断して、で実行に移すっていうものの中で、いや例えばサッカーだけじゃなくて、はい、車運転も含めていろんな出来事に対してほとんどのミスは認知のところで起こるってよく、あその認知のところで周りの状況がしっかりね、分かってないから判断を間違えるとかね、で、まあ認知して判断して行動に移す、その行動に移す技術ね、技術があるないでもミスは起こるでしょうけど、どっちかというとやっぱりその認知のとこのレベルからの判断のとこでミスが起こるとよく言われてるんですよ。で自分も本当そう思うんですよね。なのでサッカーの現場においてやっぱりいかに自分の周りの状況が分かるかっていうのは大事。ああ、で結局人間って前に2個しかも横に目がついてるっていうのがポイントだと思うんですよ。例えば自分は野球界の人間じゃないですけど、やっぱり横に2個目がついてるんで、縦に落ちるボールと横にこう動くボールの捉え方って違うじゃないですか。ね、それ考えた時にやっぱり、まあ、サッカーに置き換えた時に横に2個目がついているわけで、
そもそもじゃあ後ろで起こってる出来事って前に2個目がついてたら見えないじゃないですか、うん、だからいかにこっちにボールがあってもこっちのボールも見ながらどこかでやっぱりこうやって後ろの状況を確認しないといけないじゃないですか。まあそれが答えですよつまり、はい、ね、ただ白対赤の試合であれば、はい、白の味方、はい、赤の相手って見ていけばいいものを、はい、ピンクもある青もある緑もあるね、その状況の中でいかに首を振って周りの認知の能力を高めるかという練習なので、はい、まあ、シンプルな練習でいうと例えばこれは僕もよくやりますけど赤青黄白黒の5色のビブスをつけてそして例えばさらにルール、うん、赤青黄白黒の順番でしかボールを動かせない、はい、でもみんなパスを受けて出した後ランダムに動く、はい、自分が赤だったら次の選手は青でも青の選手は今どこにいるのかボールはどこにあるのか、はい、ね、そういうことをこう見るっていう練習ですけど、うん、それがこう多色ビブスのポゼッションになったり、はい、多色ビブスのライン越えになったりってしてでもいつもオシムさんに言われ準備するので言われたのは本当に10色以上多分12色とか、うん、多い時14色ぐらいあったと思うんですけどそれぐらいのビブスをちゃんと揃えとけって言われて、まあ、ジェフは最初はミズノ、ね、ミズノの製品を使って、はい、途中でカッパーになったんですけど、はい、まあ本当にどちらにも特注で紫とか、はいはい、時にはもう色がなくなって白と黒のしましまのビブス準備してもらったりしてそういう練習をやってました、ね、はい、それちょっと話ずれるかもしれないですけどそれはシュウさんが用意されてたんですか そうです、ね、通訳なのにってことですか、はい、一番最初に言われるのは僕なの で、はい、で僕が当時のマネージャーに言って、はいはい、で相談して、はい、本当に今でこそピンクのビブスとか、うん、紫のビブスとか、まあ、茶色も含めて、うん、まあ、普通に目にしますけど、はい、当時はなかったです。あ、当時っていうのは、まあ、2003年なんで、はい、18年前ですか。18年前はそんな日本に多色ビブスとかなかったんで、赤とか青黄色黄緑、はいはいはい、いやそもそも黄色と黄緑のビブス一緒に使ったらオシムさん激怒するんでバカかっていうんで、なので黄色と黄緑使うみたいなもっと認知の練習なんだけど、はいはい、明らかに違う、もちろん色その似た色を見分けるのも練習ですけど、はいはいはい、そもそももっといろんな色用意しとけよっていうあれなんで、はい、だから結構マネージャーと相談してそもそも12色も色言うだけでも難しいんですよ、うんうんうん。